機嫌がいいというか、今ちょっと楽しくって、いや今度推しにプレゼントしようと思ってて、何がいいかなって考えてたところ、好きな人にプレゼントするのってやっぱいいよね。もらう方もワクワクするけど、あげる方もワクワクしちゃう。だって何をプレゼントしたら一番喜んでくれるかなって考えるの楽しくない？こっちがいいかな、あでもこっちも捨てがたいしって相手のことばっか考えて控えめに言って最高だよね。お、うん、お仕事楽しいよ。君もわかるでしょ、お仕事してるんだし。どうしたの、一瞬暗い顔したじゃん。見逃すわけないよ。もしかして推しとはいえ一番身近にいる自分がほったらかしにされてるのが許せない？そっかそっか、許せないかでも許してもらわなきゃいけないんだよな僕の推しは君なんだもん嘘じゃないよ、ほんと僕の最推しは君。今悩んでたのも君へのプレゼントを考えてたの。別に記念日とか誕生日とかじゃないけど、ふとプレゼントしたいなって思ってね。ああ、こんなことが理由じゃダメかな。お礼なんていいよ、僕が勝手にやってることなんだから、君は気にせず受け取って。ん、今見てたの新作のコスメ見てた。メイクのことは分かんないけど、いろいろ種類があるんだね、初めて知ったよ。あ、一緒に見るじゃあこっち来て。だ、これとかどうかなって思ったんだけど。の、はあ、あのさ、君がプレゼント選ぶときに一番大事にするのって値段？少しでも自分の財布が痛まないように似たようなもので安物を選ぶの？違うよね。プレゼントする相手が喜んでくれそうとか似合いそうとか、そういうの考えて選ぶじゃん。僕のこれもそう。すっぴんでも可愛い君が僕のために日々メイクしてさらに可愛くなってくれてる、そのお礼、ささやかなありがとうの気持ち。はあ？今自分のこと可愛くないって言った。どこを見て可愛くないなんて言うの？全部可愛いのに。テーブルの足に足の小指ぶつけてもだえてる姿とか、歯磨きの時に歯磨き粉と洗顔料間違えてうえってなってる姿とか、ご飯作ってくれた時に砂糖と塩間違えちゃった時とか。なんで怒るの？そんなにプリプリ怒んなくてもよくない？だって失敗してる姿が特別可愛くてたまんないんだもん。ドジっ子なところも可愛い君が悪いんだから仕方ないじゃん。もちろん普段も十分すぎるほどに可愛いよ。朝起こしても、起きるって返事しながらそのまま二度寝しちゃう姿とか、ふと目が合った時にニコって笑いかけてくれる姿とか、ご飯をほっぺいっぱいに頬張ってもぐもぐしてる姿とか、どんな姿の君を見ても可愛くて癒されちゃうんだよね。だから同担拒否で
ガチ恋してます。同担してるやつがいたら徹底的に潰しに行くかも。どれだけ君のことを愛してるか、僕の愛の重さを思い知らせてやる。うん、マジだよ。あ、ねえ、ガチ恋で君の一番のファンである僕にファンサしてほしいな。ファンサって言ってもそんなに難しく考えなくていいよ。そうだな。まずは定番で、投げキッスしてほしい。ね、僕に向かって、愛を込めて。ね。ああ、もうやばい。心のアルバムに保存完了。あ、しまった。動画撮っとけばよかった。そしたら、君が足りなくて補充したい時とか、僕のやる気を維持しないといけない時に、いつでもどこでも可愛い君を見て補充できるでしょ？うん。動画は恥ずかしいの？じゃあ、写真なら。ファンサ的に言えば、チェキかな。ね、ほら、こういうの。二人で撮ったことなかったし、いい記念になりそうじゃん。ね？ほら、もっと寄って寄って。撮るよ。はい、チーズ。ああ、天使降臨。マジかわいい。最高すぎる。これ、待ち受けにしていい？あ、うん、誰にも見せないって約束する。てか、見せたくない。こんなに可愛い君を知ってるのは僕だけで十分だもん。やったありがとう。この程度のことって言うけどね、推しとのツーショットはマジで宝物なんだから。あとでバックアップとバックアップのバックアップを取っとかないと。ん？ああ、こっちの話。で、最初の話に戻るんだけど、今欲しいものってない？服でもいいし、コスメでもいいし、アクセサリーでもいいし、何でもいいから教えてくれない？君が欲しいものをプレゼントしたいんだもん。まあ、パッと思いついたりはしないか。思いついたら教えてね。絶対だよ。僕のすべてを持って君のことを推すから、君も僕の推し活に協力してね。